日本のお笑いの歴史はここで変わってたんじゃないかな。吉本芸人が一人もいない、一個だけここカットすればよかったのになって思ったシーンが一番好感度高いのは、エンタメ好きの寺たちへお送りするながら聞きチャンネル、杉谷正明の一人演芸協会です。大脱出という全6回のバラエティ番組があります。企画演出はクイズ、タレント名鑑、水曜日のダウンタウンなどを手掛ける藤井健太郎、今や佐久間信之か藤井健太郎か、 YouTube では映画チャンネルの藤野 D かというところになるんですかね。もちろん他にもいるけども、なんかねこう際立ったというかね、現在の最後のバラエティ、日本のバラエティを牽引している、演出、お笑い演出、放送作家、ディレクターというところでございますが、この大脱出、シーズン1が2023年2月22日から全6回で配信され、シーズン2が2024年4月24日、最近ですね、全7回で放送配信されました。まず謝罪したいのは、この間の詐欺スポでも一部話しましたが、ちょうどそのシーズン1が配信された約今から1年前、一人演芸協会 YouTube ライブをやっている時に、大脱出めちゃくちゃ面白いからぜひ詐欺谷さん見てください、いや俺ネットフリックスとかいろいろも入っててそんなお金ないよというふうに言ったら、ぜひこれ投げ銭送りますからこれで見てくださいと言われていたのにもかかわらず、私は見ることに怠けほうけていたわけですが、シーズン2も非常に話題になっているのを見て、いい加減見なきゃいけないと思って見ました。めちゃくちゃ面白かった。ここまで声を出してアハハとね、もう面白かったとか楽しかったとかではなくて、もうワハハってこう声を出して笑うほど、まあ小学生中学生時代ね、昔90年代とかはよくありましたが、それぐらい笑ったのは相当久しぶりでしたね。なのでぜひ見ていただきたいんですが、ネタバレなしでもう少し感想を言うと、まあ地上波では絶対できないスイダウ上位版というところでしょうね。でただただ過激になったということでももちろんなくて、笑いの量も地上波の何倍もある。でさっきも少し触れたように、その笑いということに限らずね、見てて楽しいという、そのわははって声を出して笑うだけではない面白さ楽しさというものも、いわゆるドラマ的というかドキュメンタリー的な楽しさもある。だからネットフリックス的スケール感に電波少年的昭和バラエティの過激さを足したような感じで、もうこれ配信だから OK でしょうという問題でもないようなところもかなりあったのでね、まあすごい、もう人間のそのもう極限状態に追い込まれた人間がやる執念はすごいな、または人間芸人がすごいなということなのか。まあ大爆笑はもう確実と断言したいので、最近笑ってないなという人、さっきも言ったね、その声を上げてもう腹抱えて笑うような意味での大爆笑していない人、ぜひ見てほしいなと。なかなか本当ね、テレビで見て、テレビを見ながら笑うということが少なくなってきちゃいましたけども、我々世代、大人になっておじさんになってね。でもこれはもう小中高時代に戻してくれますよ。もう腹ちぎれさせてくれると思うので、概要欄に貼っておきますから、ぜひそこのリンクから飛んでいただいて、あ、そうだ、今ね、シーズン1とか2、どっちもかな、1話目が無料で YouTube で見れるので、1話目だけでもぜひ概要欄から飛んで、見ていただきたいなと思います。では、ここからネタバレあり感想に入ってまいりますので、DMMTV でこの大脱出見てない方は、ここで止めていただいて、DMM で見てきた上で、この動画にまた戻ってきていただければと思います。ではここからネタバレあり感想に入ってまいりますが、3つのパートに分けて喋ってまいります。1つ目がシーズン1とシーズン2のこの対比の話からいこうかなと。それから2つ目がやらせ問題ね、必ずこういった番組というかね、内容に伴うやらせ問題。そして3つ目最後、前話はねさーっとこう一気に振り返っていきたいなと思うんですが、まず1つ目の、シーズン1とシーズン2の対比という部分で、これどっちの方が面白かった
ったかという対比がうまくできないようになってるところが、まあこれ偶然、まあでも必然か、まあ考えていけばそうなるんだけど、つまりどちらもシーズン1、2も似て非なるものにちゃんとなってるっていう、つまりシーズン1と違った楽しみ方がちゃんとシーズン2はできるよね。シーズン1はさ、割とこう個々が単独勝負だったことに対して、シーズン2は全体でつながっているこの空間がギュッとこう狭くなったことで、だからもしかするとシーズン2の方が見てる側がいろいろ推理しながら見ていける楽しさはよりあったかもしれないよね。あ、この鍵があの鍵でとかつながっていく感じとか、シーズン1はいろんな脱出方法を見る楽しさがあるけど、でもシーズン2でそのシーズン1の、箱というか側と同じものをメンツだけ変えて見せられても、もうこういう風に脱出するんだよな、できるんだよなっていうのが分かっちゃってるから、同じ感じでやられてもいくらメンツが変わっても面白くないんだけど、そこはほらまたちょっとシーズン2はさっき言ったようにちょっと変えてきてるから、またシーズン1を見た余韻で楽しめるという。でシーズン1自体はね、もちろんそののフォーマット自体そのものが初見だから当然楽しめたので、どうどっちが面白かったかっていう、だからまた足し算になっちゃうよね、余韻がある分ね。だからやっぱシーズン2の方が面白かったということになるのかもしれませんが。で2つ目はやらせについてですが、まあこういう内容の作品は必ずやらせだなんだっていうのはついて回る話だけど、このシュトレンゲでも過去このバラエティにおけるやらせについてっていう話は散々してきてるんだけども、ぐっとこう要約すると、考え方というか受け止め方として大事なのは2つあって、まず1つはやらせだと思うからつまらなかったのか、やらせだと思うけど楽しかったのか、どちらかかっていう感想がどっちだったのかっていうところが重要だと思うんだよね。やらせに見えて、やらせだと思うからつまらないっていう風に感じた人は深追いして見ていくことはないし、もっと言えばこの俺の今の動画も聞く必要も見る必要もないわけよね。でも制作側からすると、やらせに見えてつまらなかっただからもう見なくなった、離脱したという人の方が多かったんであれば、さすがにその考えを改めないといけないとは思うんだけども、シーズン2まで作られていることを考えれば、まあシーズン1を見て面白かったと感じている人の方が圧倒的に多いとは思うんだよね。でやらせについてね、ついての考え方で2つ目は、ちょうどこの間取り上げたその鈴木おさむさんのスマップ5人旅の裏側の話が一番わかりやすいと思うので、ちょっとそのまま抜粋するけども、事前にこの店に行ってください、でも知らないふりしてくださいねというのは簡単だ。三流のスタッフだったらそうするだろう。だけどこれは今まで見たことのない、見せたことのない5人を見せる旅だ。だから自分たちで行動したように見せなければならないし、彼らにそう思わせなければならない。つまりさ、制作側が意図しているラインにあうんの呼吸で演者が乗っかっていくという、それをどう捉えるかっていう。でここ、この大脱出に出ている人たちはみんなプロの芸人で、スイダウの常連組でもあるわけだから、ある程度の理解力があるわけで、その以心伝心、あうんの呼吸もやらせだという、そう捉えるんだったらこれも全部やらせになるんだろうけど、俺はそんなのはやらせだとは思わない。後々ちょっとこの辺はもうちょっと具体的な、あのこういうシーンのっていう話もするけども、だって彼らはそのまずどうやってここに来たのっていう当たり前は当然あるわけで、ただあの初動のリアクションを見てると本当にあんまり知らない感じはするんだよね。おそらくこれは俺の予想だけど、大変なというか大事な仕事です、だから山形県行きますっていうマネージャーがね、演者にそういうところまで伝えて、そっから山形駅着いたあたりから多分いつもの目隠しヘッドホンで現地に連れて行ったんじゃないかなと。シーズン1って山形県のオープンセットって話だから、多分駅までは連れてって、でそこでスタッフと合流して目隠しヘッドホンだったと思うんだよね。でそう、もしそういう風にやってるんだったら、そこから見せれば、そこも見せればいいじゃんっていう風に思う人いるかもしれないけど、そうするとスタッフがあの部屋に、各部屋に手を引いて連れていく絵が入っちゃうでしょ。そうするとそのスタッフはどっから入ってきて、どっから出てったんっていう
ところが視覚的に見えちゃうから、だから出さなかったと思うんだよね。でもしかしたら本当にセットの建物の直前、そのオープンセットの直前まで連れてって、はいそこから目隠しってしたかもしれないけど、でもね多分俺はもう駅とかから目隠しさせてたんじゃないかなと思うんだけどね。水道の丁寧な作り見てるとそれくらい手間かけてありそうだなっていう。だからクロちゃんが難しいよね。埋められる作業が絶対発生するわけだし、最初から目隠ししてないから、埋め終わった後で目隠し外してあげてスタッフが逃げるっていうアクションが絶対必要になるわけだよね。だからクロちゃんはその時に、おいスタッフ今そっち走ってったら待てとか言ってたかもしれないし、でも言ってもいいんだよね。だってその言ったシーンはカットしちゃえばいいんだから。でこれどうやって出んだよ、おい何なのっていうところからだけ使えばいいんで、とにかく徹底してスタッフを出さないようにすることで、テレビとは違った、なんか映画っていうと大げさだけど、なんかそういう作品性みたいなものが現れてて、俺はなんかすごくいいなと思ったし、でもさっきも言ったように、この冷静に考えれば多少さ、まずあそこにどうやって来たんだっていう当たり前はあるわけだから、そこは映像として使わなかったことで見てる側がより入り込めたし、でも結果としてだから、じゃああれはどうなってたんだよとか、こういちいちやらせだやらせだがまたねいっぱい集まってきちゃうってのはあるかもしれないけど、まあ多くの人はそんなこといちいち突っ込まずに楽しんだとは思うんだけどもね。だってそうじゃなきゃあの新一の性格の悪さとか引き出せないでしょ。奥さん、あんたの奥さん使えねえなとかさ、ばかりさんだ、なんか俺だったらマジで殴るって言ってたけど、でもああいう性格の悪さってもう本当にしんどくてだるいから出てくるんで、つまりそこまで追い込まれてるってわけよね。みんなもう外にスタッフが常に見えるところにいて、もう何かあったらいつでも助けますよっていう状態だったら出てこない素の部分だと思うし、だから本当にある程度はここが本当どこかで、どこでどういう状態かわからなくしてやってるとは思うんだよね。そうじゃないと演技臭さが出ちゃうから。でももちろんその演者芸人さんたちもだるいけど、まあ死ぬことはないだろうなくらいのことは思ってるはずなんだよね。明らかに本当に死ぬかもしれないってなったら止めに来てくれるだろうぐらいの信頼関係はあるだろうし、だから俺クロちゃんの砂埋めよりも、俺はシーズン2のあの高いところから降りるところは結構危ないなと思って、ね、あのほら新一と井口は高いところにいたでしょ。であそこからこうなんかさ、あのみんなでいろいろ持ってきてさ、でドラム缶とか持ってってそこの上にあの救出していくけどさ、でもちょっと事故が起きたら終わりだからね。ちょっと手が滑ったりしたら、あの高野が、天井から救出される時もあの机でさ、あの引っ張られたじゃない、あの乗っかって机の上乗っかって、でもあれなんかもちょっと滑って落ちちゃったら事故って終わりだからね。バラエティは事故でお蔵入りってことはこれまでちょいちょいあったわけで、だから結構危ないシーンはあったなとは思うけどね。まあこのあたりも含めて最後の全体の感想の話に一気に入っていきますが、まずシーズン1で一番驚いたのは南川と新一の部屋のロックの解除の方法。よくあれ作ったなと思った、あの電話の部屋のさ、あの俺さ、あれ正解したら裏にスタッフがいてロック解除してるのかなって、あの手作業で。でもそうじゃないっぽいよね。あのなんか正解したら押せるようになるシステムってどうやってやってんのかなっていう。だってあれあんなアナログに見えて、あれデジタルってことなん？どっかでパソコンかなんかわかんないけど、ああじゃあ正解だから解除ってやったら遠隔で解除されるっていうことなんでしょ。だとするとなかなかなんかすごいシステムになってるなと思ったのと、あとあのテレホンカードもどうやって操作してんのかねっていう。なんか買ったりしたらさ、度数を使って買ったりしたらちゃんと度数減るよね。であの、電話ボックスとか電話自体もちゃんと電話つながってるよね。あとまあシーズン1の疑問で言うと、あの岡野と高野の部屋はあの脱出方法が本当に正解だったのかっていうことだよね。あれ映像で見てるとなかなか強度高い板だよね。下は確かにぶち破れたけど、でもなんかあのぶち破れた破片っていうか、なんていうのかな、穴のさ、あの床材の質感とかを見てると本当にあれで、だってあれもう本当に切れちゃうじゃん。手とか入っていくときに顔とか切っちゃう可能性も相当あると思う。まあ、もしかするともう手の 2,3 箇所ぐらいはもう怪我してる可能性あるけどね。まあそれで言うとクロちゃんもあれルンバとかラジコンとかもなんか意味があって、たのか、まあ、こういうなんかできるかもよ的なブラフだったのか。で最終的な犬が本当に掘ったけど、掘らなかった時の方法も何かあった
ったんじゃないのかね。またはあの穴の中にもさえもなんか入れてあったのかね。なんか餌というか好物をさ、で匂いするし、掘れば餌出てくるからどんどん掘ったのかね。で一匹がダメでももう一匹っていう感じで二匹置いといたっていうことなのか。でトム・ブラウンがさ最初に出たっぽいけどさ、確かね。でもあれ食べてないよね、お菓子全部バームクーヘンだかなんだかさ。だから結構ルールで縛るのも限界あるよね。もう出れちゃえばいいわけだから、ちょっとダメですよとかっていう風にしようがないというか、まあその辺もデジタル制御してその子も全部クリアしないといけませんっていう風にできなくはなかったかもしれないけど、まあでもその辺は別にいいかなっていう気はするよね。でそれで言うとその後、まあこれもちょっとやらせってね言われるポイントになると思うんだけど、そのみんなと合流していくじゃない、あのシーズン1の最後って。で明らかに一番最後に出たっぽい高野たちの時間に合わせてたよね、完全に。ってことは高野岡野コンビ以外のみんなは高野たちが出るまでどっかで待機しててもらったわけだから、そこで一回スタッフとかとは合流はしてると思うんだよね。でそれも俺別にやらせだとは思わないし、これは見どころとしては脱出のところだから、別に。だからなんかリアルだなと思ったのは、その後南川と新一が歩くところがちゃんと演技臭くなってるところが、あやっぱりその手前まではガチだったんだなっていう。ちょっとなんかあの二人がさ、いやもうなんか寒いっすね、もう朝っすねとかって喋りながら歩いてくるのがちゃんと演技臭くなったなっていう風に俺は感じだから、そのでいう風にはそれまでは感じなかったから、それ以外は本当にガチだったんだろうなっていう。だから井口なんかもさ、あそこにどうやって閉じ込められたか、何時間ぐらいそこにいたかっていう名言を避けるあたりもいいじゃない。だこれもあうんの呼吸だと思うんだよね、それ言っちゃうとなっていう。だってあの中に何十時間もいたとは考えにくいから、多分高野たちが合流、あじゃあ脱出するちょっと前に、じゃあちょっとここの中でいてくださいみたいな感じで閉じこもったというか閉じ込められたというか、まあそういうところはあると思うんだよね。でその後井口とかみんなでね合流して、あの電気のところも面白かったよね。であの電気でみんなで手つないでいくシーンなんか思いっきり結構カメラマンが動いてるから、もうあの反対側にはある程度もうスタッフがいたのかなという。あとその後なんか氷をさ、なんかあの歩いてってつるはしかなんかでこう溶かすっていうか削って鍵を取るときさ、あれ絵がすごく暗くなってたから、で照明もないってことはもしかするとあんな時間になるとは想定はしてなかったのかもしれないよね。またはなんかやっぱカットされてるけど、なんか結構大変なシーンというか、なかなかそこにたどり着けないリアルな時間があってたのかもしれないよね。だってもうあれ本当にクロちゃんが鍵を取り出す頃ってもう相当真っ暗になってて、結構際どいよね。もうちょっと暗くなったら本当にもう何にも表情が映らないぐらいになっちゃってた可能性があると思うから、まあかなりギリギリだったんだろうなっていう。でもあのクロちゃんが取りに行かされるっていうね、いいですよね。一番先輩ですよね、あん中でダントツでね。なんか一番大御所、あの中では大御所なんだけど一番体張るっていうクロちゃんがやっぱりいいですよね。でラストの衝撃の車だよな、あれも正解ではないっぽいよね。だからもうこれがさ、さっきもさ話した鈴木おさむさんのあのスマップの裏側とかやらせの話じゃないけど、多分だからあれなんかも車の中に GoPro がまああったわけでしょ。だってその絵があったもんね。でそれがあれば、あこれ使えるんだろうなって気づくと思うんだよね。でもそれを見てさ、あこれ GoPro あるから動かせますよって、まあそれも言ってもいいのかもしれないけど、言う必要もないし、言ったとしてもそれカットすればいいだけの話なんだから。でもわざわざ多分、まああれぐらい出てる人たちはさ、もういちいち言わないと思うんだよね。だからあこれ動けるんちゃいます、あ動くわっていうところだけで、それもだからあうんの呼吸なわけだよね。まあだからもっと序盤にあのトラックが動けるっていう、動かせるっていうことに気づいてもらって、それで結構その移動してもらえば時間の短縮になるっていう読みがあったのかもしれない。でも意外とそのトラックがの動かせるっていうことの可能性に気づいた時間帯が遅かったから、うん、でそういうのもあって、さっきのあの氷取りに、あ氷から鍵を取り出したりするのとかもなんか真っ暗になっちゃったのかもしれないよね。でもあれでぶち破るっていうのはスタッフはどこまで想定してたのかなとは思うよね。だってあれちょっと間違えると危ないよね。もちろんそのもうこれ行きますわって言った時に、いやマジで危ないからっていうことだったら絶対スタッフが止めに来てくれるっていう安心感はあったと思うから、とすると別に最悪それでぶち破ってもらっても構わないっていう、なんとなく了承があって
ったのかね。だってなんか最後さ、バカリさんと小峠さんが閉じ込められてたっていう、まああれもちょっと面白かったけど、最後までさ、であそこでなんか赤い鍵のキーホルダーの形が、まあ、ハートっていう答えだったんだけど、その赤い鍵のハートをでもまあ見つけらんないっぽいよね。だってクロちゃんのなんだっけ、アレクサの下にいたんでしょ。アレクサじゃねえか、あれはなんだっけ、グーグルのなんたらアシスタントかなの下にいたわけでしょ。まあだからそれは見つけられなくてぶち破るんじゃねぐらいの想定もやっぱだからしてたのかね。でシーズン2になるわけですが、シーズン2の脱出部屋はまあ電話とクレーンゲーム以外は前回と比べるとやや手薄にはなったよね。あのサイコロの部屋とドミノの部屋とかさ、でドミノなんか一番見ててもやっぱ地味だったよね。あれ多分やってる方も辛いし、見ててもあんま面白くないからね。でサイコロの部屋も同じぐらいつまんないとか地味だけど、まあ道雄が面白いからね、もううんこする姿勢が美しいよね。なんか笑いとしてね、綺麗にまた開いてさ、なんか笑顔でさ、下だけ全部もちろんうんこするから脱いでるの当たり前なんだけど、あの格好でというかさ、あの立ち姿が笑いとして非常に美しいんだよね、道雄がね。やっぱあれ面白かったな。であの電話システムはね、やっぱわざわざ作ったからもう一回使いたかったんじゃないかね、開発したからねきっとね。でクレーンゲームなんかはね、もう YouTube なんかでもそうだけど、誰がやってるの見ても面白いからね、あれはあのすごく楽しいよね、見てる側としてもね。あとこれも見てて思ったけど、あれ普通さ、普通じゃないけどもう本当にダメだと思ったらやっぱ割っちゃうよね。あの例えばメダル落としのところとかも、俺小学生の時に友達が思いっきりあのメダル落としのとこガーンって体当たりして、バーンってコインが落ちたけど、ブワーってブザーが鳴って警備員が駆けつけてきたんだけども、もちろんそんなことはしちゃいけないから当然なんだけども、あの空間は別に警備員もいないわけだから、ドーンって押してさ、揺らしてメダル落としちゃえばいいわけじゃない。でもそれやっちゃ面白くないよねっていうさ、演者としての。だからこそ最後つる橋であそこを割ったのが結構衝撃的だったんでね。ああでも最後はもうそれやるんだっていう、まあでもつる橋が出てくるからね、アイテムとしてね、だったらっていう。でもなかなかあれね、割ってその後手突っ込んで、まあ人形を取り出すわけだけど、結構危ないよね。あれもちょっと軽く切っちゃうぐらいは十分あり得るよね。でちょっとそのサイコロとかね、ドミノとか部屋としては手薄だったところはあるけども、シーズン2はそこよりもその各部屋との連動がめちゃくちゃ面白いんだよね。食事が早いもん勝ちだったり、隣の部屋になんか遅れたり、なんかだからあれ体育館かね、まあ体育館じゃないにしてもなんか体育館的サイズだよね。だどうよくあんなん作るよね。どこにあんなん作ったのかなっていうふうに思うけど、まあこの辺りはやっぱ地上波なんかにも予算があるのかね。DMM どんぐらいのあれ制作費なのかなっていうふうに気になるところだけど。でね、一個だけね、別にそのやらせ云々は全然指摘するつもりないんだけど、ここカットすればよかったのになって思ったシーンが一個だけあって、あのシーズン2の中盤でクロちゃん付近に波がバーってくるところあったでしょ。まあ謎の感動のシーンなんだけど、で Google アシスタントが流された後ぐらいかな、その後貝だか石だか藻みたいなさ、そういうものもだんだんなくなってって、クロちゃんの正面をの絵を撮ってる GoPro が一回剥き出しで映っちゃうんだよ。あれはね、あのシーンは GoPro が剥き出しで映っちゃってるシーンは別に入れなくてもよかったんじゃないかな。なぜならその次のシーンでクロちゃんの顔のアップになってもう一回引いた時に、横からのクロちゃんのアップになってもう一回俯瞰というかちょっと引いた絵になった時に、その GoPro もあたりにあったなんか藻みたいなごと全部消えてんのよ。あれを見せられちゃうと、なんか一回スタッフが GoPro だけ回収に行ったのかなっていう気がちょっとしちゃうので、あそこは別にその GoPro 剥き出しカットは入れなくてもよかったんじゃないかなって思ったんだよね。でもさ、あそこでさ GoPro がちょっと流されちゃまずいっていうことで、スタッフがあそこで一回途中通りに入ったとしても、まあ、クロちゃんとしてはちょっとあんま見てるところでやってほしくないかもしれないけど、仮に本当にスタッフが GoPro だけあそこ回収しに行ったとしても、足跡が残ってないんだよね、スタッフの。ちょっと時間が空いたということなのか。でもあの波が近づいてくるのだけはさすがにコントロールできないはずだから、ああでもそうすると本当に一回 GoPro とかその辺の藻は自然に流されて裏手あたりの岩場の陰に隠れてたスタッフが回収したのか。でも相当危ないよね、一回流され
させてそれを回収するっていう算段だとしたら、あの正面からの絵がずっとなくなっちゃうわけだから、もし本当にその回収できなかったら波に飲まれてね。だからまあ、あのゴーグル、あ、グーグルアシスタントもあの後クロちゃん回収できたけど、まあだからあの岩場の裏に人がいるのかな、まあ、それぐらいのシミュレーションやってのかもしれないね。 GoPro と Google アシスタントはそこ置いといて、で波がバーってきたらどこに流されていくかっていう、でまあその時の風の強さとかもあるから、天候にもよるから、まあ結構紙一重だからね。もしまあでも保険とかもあったのかな、だからその辺とか本当ね、スタッフを徹底して見せないようにするあたりが、だからクロちゃん、そうそう、クロちゃんがその後歩いているシーンから、島の中央あたりで歩いてなんかあるぞとかって歩いてる時にドローンが上を飛んで、ドローンがグッと引いた時に島のなんかそのスタッフが隠れてるっぽい場所がないんだよね。ただ島全体までは引いたけども、それ以上引かなかったことを考えると、おそらくあの島の前景とちょっと島の周りを取り囲む海のもうちょっと離れの海にボートかなんかでスタッフがおそらくいるのかなと俺は思ったんだよね。だって演出として本当に誰もいない陸の孤島なんですよってことを見せたいなというふうに思ったら、もっとあれドローンを引いてもいいはずだから、逆に考えてそこまでしかドローンが引かなかったってことを考えると、島の付近のもうちょっとだけ離れたところにボートかなんかが停留してたのかな。でも逆に考えると島には誰もいなかったのかなっていうふうに考えると、まあなかなか、だからそこはちゃんとカットを割ったんだろうね。さっき俺が言ったことが正しかったとすれば、その Google アシスタントとかその GoPro を回収する時だけボートが波打ち際まで近づいてって、安全にそれは海から回収、ボートから回収するなりして、でその後クロちゃんが歩き出してドローンで前傾引く時はまたボートが離れてっていうことをやって、そういう風に美しく見せていくことで常にそのスタッフの影が全く見えないことで、我々はあの世界観脱出できるのかどうなるんだっていう風になんかこう没入していけた面白さがあるから、まあだからその辺もかなりこだわって作られてるなという風には感じたけどね。あと大鶴肥満のキャスティングなんかもあれ大鶴肥満ありきだったのかね。最高の人選だったよね。重いから上がるとか、大きいからもっとこれクイズに答えなきゃダメとか、あと野球に詳しいっていうのもすごかったよね。なんか外国人選手のなんかを10人答えようかなんか全部普通に当ててたけど、まあ水田は結構大鶴肥満好きだよね。最近だと兵六とか、兵六最後ちょっと出てくるけど、めちゃくちゃ売れてきてるよね。だから兵六もね。で、あとそのクロちゃんのあの黒電とかもどうやってつながってるのかすごいよね。ほんとなんか細部に凝るよね。だってあそこ、まあ、スマホを置かれてたら興ざめか、ガラケーでもちょっと興ざめか、とするとやっぱ黒電が一番いいんだけど、ただなんで俺ちゃんとつながってるんだろうなって、だから黒電の形をした携帯電話みたいなことなのかね、多分ね。あとそういう疑問で言うとさ、あの中盤以降の電話で井口と新一のところが飯の電話一番に取った場合、スタッフはどうやってあそこに飯を届けるんだろうね。いや、それ物理的には外からはしご立ててボックスに見れるみたいなことはできるかもしれないけど、もうさらばが外に出てるから見えちゃうじゃない。まあでもそれはもう別にいいのか、さらばも見て見ぬふりするしかないんだろうけど、でも結構興ざめするよね、さらばとしては。なんかちょっとその後やりにくくなるよね。または最初から飯とか全部入ってて、あとは鍵をオープンするだけっていうデジタル制御にしてるのか。でもそれだとラーメンとかうどんとか汁物をで全然もう冷たくなっちゃってるよな。いやだからそういうのも考えていくとよくやってるよな。まあもちろんだからやっぱその芸人たちのその見せ方とかのうまさ、何回も言うけどそのあうんの呼吸のうまさってのあると思うんだけどね、スタッフと演者のね。でそのラーメンのその煮卵とチャーシューキャッチもそうだけど、あれ衝撃的な映像だよね。あれ麺投げて手で掴んで食うって、あれもコロナ禍だったら絶対できなかったよね、あれね。いや、あれもすんごい面白かったし。で、まあその後ぐらいか、クロちゃんの貯金額が出て、まあそんぐらい持ってるだろうな、1億近くはね。まあこの間なんか水田でもう1億いったとかなんてか言ってたけどね。で、なんかサイコロになってるってことに気づいて動かしていくっていう、なんかだから全部の目を1にしてっていうのは要は部屋ごとだったっていう。で、ああいうトリックなんかもなんか最初見ただけじゃ気づかないもんね、パッと見ただけ。全部わかる視聴者なんか多分いないはずだから、なんか見ながらあの出演者たちと同じテンポで気づいていける感じが本当に見てて面白いし。でその後はそうか、道夫がうんこ送って
ってまた送り返されるという衝撃ですよね。ひどいよね。で下剤飲んでさあまたうんこの中から鍵見つけるっていう、あれもうだから電波少年クラスの倫理観丸無視だよね。もう人権無視っていうかさ。でさ下剤の量もさ、なんか 3個とか4個とかもうよくざっくり決めるような、もう怖くないのかなって。もう何にもなんか説明書きぐらいはでもあったのかな。でもなんかノリでなんか3つぐらいとか4つぐらいとかさ、森田がなんかいやちょっとそんなに飲まない方がいいとかって言ってたけどさ、でまあようやく脱出できて、で今回はクロちゃんとの合流はなしと。でなんかこれ見てるとさ、もう全員のファンになっちゃうよね、ちょっとね。もうだって半分ドラマ見てると同じ感覚になってるから、もう登場人物のファンになるんだよね。多分一番シーズン2なんか特に好感度高いのは、まあ、1もそうかな、道夫じゃないかね。なんか道夫ってさ強そうな平和主義者のイメージを受けるからさ、なんか見てるとさ、なんか見てて安堵感あるんだよね。その上うんこしててもなんか違和感なく見れちゃう得意なキャラクターっていうさ、ほんとちゃんとさ各部屋で役目というかキャラクターというかそのキャスティングですね、ドラマでいうとこのキャスティングがなんかうまく割り当てられてるよなという。でね、俺一番の、まあ、感想もちろん面白かったっていうことはあるんだけども、これがネットフリックスで世界配信されてたら日本のお笑いの歴史はここでちょっと変わってたんじゃないかなっていうほどの衝撃度だったんだよね。シーズン1も2もネットフリックスだったらノンプロモーションでもこれ1位いってた可能性あるんじゃないかなっていう。だってアメリカとかイギリスでもさ、映画なんか見てると結構下ネタ好きよね、特にイギリス。でこれくらいのまあ過激さというかバカバカしさというか、もうキッズのさ、アメリカイギリスキッズの間で話題になって、あれやべえから見てみんって、なんかもう世界のリアル口コミで俺広がってたんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だって実際ネットフリックスって獄中の大実験とか、そのなんか実際受刑者を解放してみたらみたいなドキュメンタリーあるでしょ。まあドキュメンタリーみたいなカテゴライズでいくと、なんかまたやらせだみたいな声が聞こえてくるかもしれないから、もうバラエティーっていう枠でいいとは思うんだけども、いやこれネットフリで世界配信してたらどうなってたんだろうなっていうふうには思ったね。だからまずはもちろん作った藤井健太郎や制作チーム、そしてそこに出資してくれた DMM にこんなに面白いものを見せてくれてありがとう、久しぶりの大声で笑えたよというお礼は言わなきゃいけないけど、でも DMM には申し訳ないけど、もしこれがネットフリで配信されてたらどうなってたかなっていうのはちょっと考えずにはいられなかったね。だからもしかするとネットフリックスが今度藤井健太郎に金出すかもしれないよね。または TBS ってことになるのかな、これどういう。だから佐久間さんなんかもさ、いろいろお笑いを配信でやってるけど、佐久間さんが作る配信上での DMM とかネットフリックスでやってる笑いってこう日本人向け国内向けの笑いだよね。でも藤井健太郎が作る笑いはこういうバラエティはもう世界で受けるような気がするから、これだからどれぐらいの人が見たのかなっていう気がするんだよね。 DMM って確か会員が70万人ぐらいだっけ。でテレビって低く見積もっても視聴率低くても多分1000万人くらいにはリーチさせるでしょう。でネットフリが800万人会員、日本の会員が800万人ぐらいだから、まあ、視聴率低いテレビぐらいの媒体にすでに、ね、ネットフリは日本でもなってきたけど、だからこの間のさ、そのシュトレンゲで挙げたシティハンターの感想動画が結構伸びてきてるのも鑑みると、本当日本でもネットフリ見る人増えてきたなっていう。昔だってネットフリの感想動画とか上げても全然再生回数のが伸びなかったけど、あくまでやっぱテレビの話題を扱った方が再生回数が伸びてたんだけど、それぐらいその絵を見ているという人が多いということなわけなんだけども、だから今日のこの感想動画もそんなにきっと伸びないとは思うんだけどね。だからそう考えると、なんかもっとね多くの人が見てたらこれどうなってたかなっていう。あとなんかちょっと話はそれるけど、この大脱出って徹底して吉本芸人が一人もいないよね。シーズン2のさ、ラストのエピローグに至るまで、さっきの評録じゃないけど、そのエピローグ端に至るまで吉本がいないから、これはさすがに意図的に外してるのかなっていう気はちょっとしたね。これはなんでなんだろうね。そのなんか TBS とか藤井健太郎がなんか吉本と揉めてるとはもちろん考えにくいし、だからいろんななんかバーターっていうか、今までのなんかあれをなんて言うんだろうな、吉本じゃないところに若手っていうか、そういう事務所にチャンスを与えたいみたいなところか、本当に偶然だったということなのか、またなんか吉本のなんかギャラなのか条件なのか通り合いがつかなかったということなのか、またはなんか吉本
本が入ってくるとちょっとこのお笑いのなんだろうなルールというかその先輩後輩感が如実に現れすぎちゃってうまくこの内部分裂したりしなかったりが出にくくなっちゃうのかっていう先輩後輩をさ立てたり立てなかったりする感じもさ極限状態まで追い込まれていくとなんかそこがぐちゃっとする感じがだからでもまあそう考えると一組ぐらい一人二人ぐらいいても別に違和感ないような気もするんだけどなんかここまでいないのはなるほどなっていうまあでもだからこそなんかあんまりテレビで見ない笑いも見れたっていうのもあるけどねやっぱさすがにちょっと多すぎる気もするから吉本勢が一昔前ぐらいまではもう音楽チャートはジャニーズばっかりアイドルばっかりでお笑い吉本ばっかりっていうちょっとそのジャニーズも吉本もいいんだけどもちょっとそればっかりになりすぎちゃってる感がテレビとかそのメインストリーム系メディアに多すぎたからなんかだからこそ久しぶりというかね新しい感じはしたけどねいろんなごったにな感じがねあとなんかこういうのって DMM とかって我々昭和世代はさあのこういうバラエティ大好物だけどこれ多分 DMM ってその平成とか令和世代の若い人も見ると思うんだよねでそうするとちょっと地上波のバラエティが嘘くさく感じ始めちゃうんじゃないかぬるく感じ始めるんじゃないかなっていうまあすでに感じてるのかもしれないけどねなんかそういう若い人も出てきちゃうんじゃないかなと思うぐらいなんか面白かったですねだからこれはもう世代を超えて本当は国をも超えてより多くの人に見てほしいそれぐらい面白い作品だなと思いましたがあなたはどのように感じたでしょうかこの作品に関する感想などあればぜひコメント欄から投稿いただければと思いますこの番組では見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなたぜひチャンネル登録と普段表ではできない話を裏側でみんなでワーワーやっておりますメンバーシップ登録の方もお待ちしております杉谷正樹でしたシーズン3があったとしたらさすがに趣向は変えてくんのかねガラッと同じ感じじゃもう辛そうだもんな映画でもヒットするのシーズン2までだからね。